こちらのねキャンピングトレーラーは 540KMFE なんですけれども、今雨がすごい強くて、今日ね実はお客さんがこのトレーラーを借りるということだったんですけど、見てくださいこの雨漏り、やばいっすよね。大変なことになっちゃってます。とりあえず今東西アテオさん電話したら、ここの中敷きを外してこれがこっちに外れるっていうことなんですけど、こっちかこっちか、ちょっとね思いっきり引っ張っても全然外れないんで、まあ何を見た方がいいかっていうと、ここを外すと中にダクトが入ってて、その中が濡れてるか外が濡れてるかで対処方法が違うらしいです。で中がね、濡れていると煙突の、上のところに、ゴミが詰まっていると、でそれで、雨漏りをしているっていうのが一番多い。で外が濡れてるっていうのはあんまりないんですけど、外が濡れてるってなると周りのコーキング、シーリングが、まあ、あんまりないということなんですけども、あの劣化してそこから入ってくるみたいなことなので、ちょっと今ねどちらにしろ外れないので一旦ですねもう登って上を見たいと思います。まずプラスドライバーでね上を外せるらしいんで、ちょっとやってみたいと思います。プラスのドライバーを持ってプラスですね、行きましょう。脚立も一番ねうちで長いやつを持っていきます。よいしょ、こちらですね。長すぎてちょっとこれ両手じゃないと持てませんので切ります。はい、では登ってみましょう。はいはいはい、ここにありますね。ちょっともう水が結構溜まっちゃってるんですけど、中には入らない気候になっているということなので、ちょっとこれで一回ネジを開けてみます。雨がひどいな。ネジをね間違えるといけないって言ったので、外のネジ、中にねまたこの蓋みたいなのがついてるみたいなんで、ちょっと間違えないように取っておきましょう。3つですね、プラスで、中もプラスで3つみたいです。いや今日お客さんがこれ使えないから、もう515に乗ってもらうか、ここでちょっと止まってくれたらねいいんですけど、外してみましょう。外れた、あ、本当だ。中にまたこういうのがついてますね、こういう蓋がついてます。またこれのネジがここにあるのかな、こことここにありますね、ここと。ちょっと外してみます。これでゴミが詰まってれば、それを取れば問題ないということなんですけど、どうなんだろうな、ゴミが詰まっててっていう方であってほしい。ちょっと小さいですね、こっちの方のネジが。つかない。ちょっと油っぽいね。これでどうなるんだろう。これで汚れはどうするんだ。シーリングなのかな。ちょっと一回ホゲスさんに聞いてみましょう。はい、今ホケズさんに聞いたんですけど、これはね汚れも詰まってないしということで、3つですね、ここ外に抜ける穴がここにあるんですけど、分かりますかね、このメッシュのところ、ここから本当は水が入ったのが出てくるはずなんだけど、これが詰まっちゃって外にね水が流れないんじゃないかっていうことだったんで、一度ここをね綺麗にしてお水がねこの中から中の水が外に出るようにしてあげたいなということ、今歯ブラシでね
穴を出してあげてるんですけど、傾斜がねこうなってるんですよね、トレーラーが。だからここにね、こっちの右側に全部水が溜まっちゃってるんで、それでねこう入っちゃったのかな。昨日すごい雨だったんで、そうじゃないのかなと思って、シーリングまでやっちゃうと大変なことになるということだったんでね、ちょっと一度ここを穴をきれいにしてみて様子を見たいなということでございます。ずっと指が映ってしまってすいません。ちょっと作業にね集中しておりますので、私コウスケさん、ちょっとこピンチなんでね、これでいいんじゃないかな。ただ水は出ていかないですね、やっぱりこっちに水が、傾斜が溜まってるから、こことここの水のレベルが一緒ですからね。ちょっと一回これ傾きを直してから様子を見るしかないですね。綺麗にちょっと拭いてみて、頑張ります、頑張っていきたいと思います。はい、雨の中で、ね、今これね実は2往復目です。携帯をね屋根に置きっぱなしにしてしまって取ろうと思ったら取れないというおちょこちょいです。はい、ではね今これから何をやるかというと、傾斜をつけるということでね、レベラーで反対側を上げて見てみたいな。そうすると今脚立もう一回見て上の様子見たいっすね。これ3往復目、やだなぁ、やだなぁ。とりあえず上げてみたいと思います。ムーバーでね、これ忘れちゃう、すぐにこれ忘れちゃうんだよ、これを。これで足も出したし OK ですね。はい、上げます。マックスまで上げちゃおう。もはい、この状態、水平器を置いてみるといいですね、いいですね、左右はいいですね。 OK、 これでちょっと様子見てみましょう。あ、いきなり止まったかも。いきなり止まりましたね、これ。ポタポタ、ほら、傾斜とあのゴミだったってことですね。やったじゃん、止まってるじゃん、マジよかったわー。シーリングじゃないってことですね。はい、よかった。はい、ということでですね、無事に雨漏り止まりました。原因はね、まあ、傾きとあとは、中に入っているお水を、ね、出す穴のところが汚れていて、外に、ね、入った水が出ないということが原因でした。なのでね、シーリングじゃなくてよかったなということなんですけれども、ダクトからのね、換気扇のダクトからの雨漏りに関しては、まあ、2種類あるよと、まあ、汚れと、まあ、あと傾きもあったのかな今回はね。それと、まあ、外側、ダクトの外側が濡れているとシーリングが、劣化してということなんですけれども、まあ、それはほぼないということでございましたのでね、梅雨でね雨が多かったり、これから台風だったりね、換気扇からとか雨漏りする方いらっしゃると思いますのでね、ぜひ参考にしていただければ嬉しいなと思います。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。僕はすげえ大変でしたけど、すげえ大変でしたけど、パニックでしたけど、これからねお客さんも来るということなのでまた次の動画でねお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。これで拭きます